リキタロットリッキーです。この世に起こりうる事象事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。癒しを求め己のリフレッシュを図る人たちでギョギョギョっとした人たちは多いのではないでしょうか。あの昭和天皇も宿泊したと言われる大丸別荘、大丸別荘だよね、大丸別荘の温泉でなんと基準値の3700倍のこれどんな倍数なんだ、3700倍のレジオネラ属菌が出たそうです。これはですね、霧状になって粉末になってね、気管支に入ると肺炎になっちゃうそうなんですね。で、実際別の温泉でレジオネラ菌に感染して亡くなられた高齢者の方がいるそうです。でね、これが私個人的にはこっちがね、体感的にすげえなと思ったんだけど、というのも私昔ホテルの大浴場の清掃の仕事してたことあるんですよ。だからね、体感的にわかるんだけど、湯の交換、湯を完全に抜いて、まあ、水抜きしてね、お湯抜きしての清掃をなんと年間2回しかやっていなかった、嘘やろっていう。私もね、大概大丈夫やろと思う方ですよ。だからここの大丸別荘さんで言えば、多分その湧いて出てる温泉の湧き水、その源泉を常に循環させてるから、まあ、うん、大丈夫やろうって私も思う方よ。だけどそれでもね、年間2回はないわマジでここまで、うん、太っ腹じゃねえな、ラフにはなれないね。でね、すごいんだよ。でここの温泉が奈良時代から湧き続ける温泉、150年以上の老舗高級旅館だそうです。で実際なんかすごいいい感じの旅館なんですよ。大正ロマンティックって言っていいのかな、うん、私大好きですね、こういうタッチで。1300年前から湧き続ける二日市温泉っていうのかな、二日市温泉、この湧き出てる温泉が二日市温泉っていうのかな。で万葉集にも歌われてるそうです。万葉集といえば大友の旅人、この方歌ってらっしゃるんですね。湯の原に泣く足たずはあがごとく、芋にこふれや時わかず泣く。こんなメロだったっけ。湯の原に泣く足たずはあがごとく、芋にこふれやときわかず泣く。はいドンって、これカルタだよね。あれこんなメロディーだったっけ。うん、そのね、妻を亡くした悲しみを鶴にオーバーラップさせて歌ってらっしゃるそうですね、大友の旅人さん。ただね、大友の旅人さんももうがっくりですよ。3700倍のレジオネラ菌にはがっくりっていうか、もうびっくりだね。うん、でね、私個人的にはさ、そのまあ昔大浴場の清掃やってた時に傾向としては塩素をね入れすぎるのよ。で塩素計測器っていうので、まあ1日に3回ぐらい測ってるんだけども、そんなにね厳密なもんじゃないよ。またそこの場合だと確か井戸水だったと思うんだけどね、井戸水を、まあ、屋上まで上げて屋上のタンクに一回貯めるのね。その井戸水だから下からその直に各部屋に渡すとさ、その水圧が出ないじゃん。一回屋上まで上げて落としてくんのよ。でだけどもそのタンクの中に入れとくと危ないでしょ、その仮にその飲料可能井戸水であってもさ。でその屋上でその塩素をぶっ込んでいくのね。でそのぶっ込む作業もたまにやってた。本当はそれはね、大浴場清掃員の仕事じゃないんだけど、人がいなくてたまにその上で入れる仕事もやってたんだけど、それをさ自分で入れてるから
その塩素を見てるじゃん、原液をどれぐらい入れてるかっつうの。だもともと私よく行ってた銭湯とか好きで、だけど自分が清掃やるようになってからあんま行かなくなっちゃって、その塩素がそんなにねまんべんなく平均的にその行き渡るもんじゃないのよ。だからやっぱムラが出るんだけど、その計測して塩素の量がちょっとでも低いとやっぱりオーナーはもうとにかく塩素入れろ入れろっていうのよ。でだけど入れてんのよもう十分に。だけど検査してその地に達してないとやっぱオーナーの立場からすると怖いじゃない。でもとにかく入れろ入れろっつうのよ。でぶっちゃけもう引くぐらいの量入れてたらもう入れすぎっちゅうぐらい。だからもうなんかねプールの匂いじゃないな、プールに入る前のあの体消毒するじゃん、そうあの消毒槽の匂いだわ、してたんだわ。でさらにそこなんかラジウム温泉とか、ラジウム温泉じゃない、ラジウム温水っていうのかな、なんか温泉じゃないんだけどこう疑似温泉みたいな、でラジウムの効能が期待できますよって言うんだけどさ、その浴槽の隅っこの方に網に入れたラジウム鉱石、そんなに量多くないよ、それただ沈めてるだけだから、もう完全にプラシボ効果で。だけどさやっぱ、まあ、別に利用する客もさサラリーマンが多くてさ、サラリーマン別にそんな期待してないじゃん別に、まあねそれほどは。ただだけどもどっかでやっぱなんかねラジウム温水ですよなんつって言うとさ、やっぱどっか大人の子供心、大人の心、子供心がくすぐられる部分があってさ、そんなに信憑性はね期待してないだろうけれども、それでもねそれなりにやっぱなんか楽しみにして入りに来てるでしょ。だけど実際はさラジウム鉱石もほとんど入ってないし、もうほぼ、ほぼ 100% プラシボ効果で、でどっちかっていうともうほんとなんか塩素温水入ってるようなもんだからむしろ体に悪いというか、ね、体っていうかまあ皮膚に悪い。だからそれがなんかすごい嫌だったよね、なんかね清掃した時に。うん、私自身なんか清掃のその大浴場の清掃の仕事してからあんまり行かなくなったもんね。だ本気でやっぱ効能求めるんだったらさ、もう本当に山奥行ってさ、もう硫黄がもく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 焚いてるような本当の源泉入れるかどうか分かんないけど、ただそれぐらいの本当野生の温泉に入ってほしい、本当にユーザーに対してそういう風に思った自分は、その大浴場の清掃してて。だからねそんな私でもちょっとね年に2回は引くわ、体感的に年に2回はやばいマジで。ここまでラブになれんわ私も。さてでそれでですね、日本のホスピタリティどうなっちゃってんだっていうところを今回ちょっとタロットで見てみます。行きましょう。なんかこの最初に出てきた3枚にすごく強いエネルギーを感じました。ただ出てきたのはどうだろうね、ちょっと金に困ってんのかな、稼げてないわけじゃないんだよね。なんかこの原動力である5の位置に来てるのは大正ロマンを感じます。もうなんか暴発寸前つか、まあ暴発しちゃったって感じかな。迷子対逆迷子対そうだ。だけどやっぱなんか骨太な、歴史があるやっぱりね温泉旅館で、非常に強い、なんかこれからもやるぞっていうような意志はすごく感じるよね。
でタイの位置にページのソードが来てるけど、また新たなこう、うん、これからもやっていくぞっていうような、今までうまいことこう、これ不戦勝のカードだけどさ、うまいことやってきた。でなんかこれはもう、なんかダブルスタンダードっていう感じもするよね。だけどまあ今回の剣を得てまたやっていこうっていう感じかな。まあホスピタリティっていう点で感じれば、やっぱちょっと怠慢になってたのかなっていう気がするけど、うっと3が逆に来た。だけどまずまずいいね、思ってたよりいいじゃないか。だけどやっぱね、社長さん的にはさ、まあ、本当に大丈夫だと思ってたんだろうね多分ね。まあ、年間2回っていうのはちょっとやばいなと思うけど、厳選でやっぱり常にぐん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 出てるでしょ。昔の人だろうから何歳ぐらいか分かんないけど、なんかイメージ的にすごいなんか年の70、80ぐらいなんかイメージがあるけど、ひょっとしたら若い人かもしれない。だから本気で大丈夫と思ってた部分もあるんだろうね多分ね。このソードがやっぱりすごい裏打ち、こう骨組みとしてすごくなんかカチッとした強さを感じるね。でホスピタリティに関してだけど、やっぱコロナ禍に入ってからこと旅館は大変だったじゃない、まあ、みんな大変だったんだけど、みんな大変だったけどことやっぱり旅館も大変だったじゃない、まあ、GoTo トラベルとかでね、逆にこう注目されてさ、救われた部分もあるかもしれないけど、だからどうだろうな、なんとなくその従業員が勝手にアルバイトがね、アルバイトが勝手にもうその業務過多になっちゃって、もう今どこもありがちだけどさ、オーバーワーク状態になっちゃって、もう清掃も手抜きし始めたのかなって思ったんだけど、どうやら1回出してんだよね、レジオネラ菌を1回お客さんになっちゃって、で保健所が入って、その時に1回隠蔽してんだよね。でそのまま続けちゃって、そこで改善しとけば、まあ変な話だけど、そこで改善しとけばこうひょっとしたら騙し起こせたかもしれないね。この2ソードが出てるけど、うまくこうやり過ごせたかもしれない。だけどそれでも変えなかったから方針を、これは多分ガチガチのやっぱり会社の方針なんだ旅館の方針だったんだろうねやっぱりね。まあ、ある意味正直とも言えるよね。だけどこれで一回その保健所からイエローカード出された時に、その時の検査では大丈夫だったみたいだから、お客さんはレジオネラ菌にかかっちゃったんだけれども、その時の検査はクリアしたようだから、だこの時に旅館側が変えちゃってたら、方針を対策打っちゃったら多分明るみにならなかった。だこの図太いやっぱり神経というか体質がね、なんとかなるだろうみたいな、こんだけかけ流してきゃ大丈夫なんだみたいな、この正直さが、まあやっぱり一つは正直とも言えるよね。で日本のなんかホスピタリティどうなっていくのかっていう点だけど、まあ私なんかこのカード見る限りすごく大丈夫な気がします。ねバブルの頃のようなやっぱり至れり尽くせりのさ、おもてなしっていうのはもう期待できないし、ね、消費者の側に回った私たちもやっぱ期待しちゃいけない部分もある。それはまあ期待しちゃうと労働者の側に回った時の自分の首を絞めるようなもんだから。ただこういう厳しい中でもやっぱりこうね、ホスピタリティっていうのはやっぱり3が逆向いちゃってるけど、ただ頭を使って、これからも光り輝いていくと、そういうカード、そういうエネルギーにを強く感じました。こんなん出ました、いかがでしょうかね。どうでしょうね、なんだかんだ言ってさ、うちの風呂が一番じゃない。ユニットバスとかでもさ、本当に疲れた時とかさ、風呂入って報われる番ってあるでしょまあ一番手頃なリフレッシュですよ、自分のリセット。一番は寝ることかな。そして2番がお風呂だと思う。3番は散髪に行くことかな。自分のリセット。
さてさて、今回もご視聴ありがとうございました。いいね、コメント、いつもありがとうございます。リッキータロット、リッキーでした。それではまた、バイバイ。